お知らせいたしましょう。昨日行われましたモーグル競技、コンディションもいい中、男子44名、女子26名の選手たちが表彰台をかけ争いました。結果、男子はカナダのミカエル・キングスベリーがまさに王者の貫禄で優勝。第2位には世界選手権モーグルで好成績だった同じくカナダのフィリップ・マーキーが入りました。第3位には日本の大会にはめっぽう強いというアメリカのブラッドリー・ウィルソンが入賞。彼はデュアルには強く、先日の世界選手権デュアルモーグルで銀メダルを獲得していますので、今日の注目の選手です。そして我らがスノージャパン日本男子なんですが、原大智選手が見事な滑りを見せ、惜しくも表彰台は逃したんですが、4位入賞を果たしました。そしてディフェンディングチャンピオンの堀島行真選手、ファイナルをトップで通過しスーパーファイナルに臨みましたが、第1エアで見せた大技の後ランディングでバランスを崩してしまい、惜しくも6位入賞となりました。本日のデュアルモーグルでのリベンジ期待したいところです。日本勢その他には1年ぶりにワールドカップに復活した杉本幸祐選手がファイナル進出を果たし15位、小山隆選手は20位、四方元樹選手は23位、島川拓也選手38位、藤木剛伸選手は44位という結果でした。藤木選手は今シーズン第3戦のワールドカップ第3戦のデュアルモーグルで最高位の15位をマークしていますので、今日の巻き返しに期待したいところです。さあ続いてモーグル女子なんですが、安定した強さを発揮しフランスのフェリーヌ・ラフォンが見事優勝を果たしました。これで今シーズンは7戦3勝、総合優勝争いに一つ抜けた形となります。そして昨年の田沢湖大会に続き連覇となりました。第2位はオーストラリアのジャカラ・アンソニー、第5戦での優勝経験もありますので、今日のデュアルも非常に怖い存在です。第3位がカザフスタンのユリア・ガリシャワ、上位3人を含め女子はある程度実績通りの結果になったのではないでしょうか。そしてそのジャパン日本の女子チームです。6人が参戦しまして、最上位は惜しくもスーパーファイナル進出を逃しました住吉キサラ選手、7位入賞です。10位に星野純子選手、11位に富高日向子選手、15位に伊藤美希選手と、4人の選手がファイナル進出を果たしました。惜しくも17位でファイナル進出を逃したのが梶原由紀選手、ワールドカップ初出場柳本理乃選手が23位という結果でした。さあそして今日は1対1のガチンコバトル、ノックアウト形式、負けたら終わりのトーナメントです。男子はラウンドオブ64からスタートし、まずはネクストステージのラウンドオブ32を目指します。またランキング上位の選手はシードとなり、この32からのスタートとなります。女子は予選であります32からのスタート、男女はそこからファイナルへ向けた戦いとなり、勝者はラウンドオブ16ファイナルへ進出します。そしてその勝者はベスト8によるクォーターファイナルへ進出、さらに勝者はベスト4になりますセミファイナルへ進出。このセミファイナルでの敗者はその後のスモールファイナル3位決定戦に回り、表彰台をかけて争います。そして最後はビッグファイナル、表彰台の一番高いところを目指します。ですので男子は大井選手で6試合、女子は5試合、このバトルに挑むことになるわけなんですね。本日のこのデュアルモーグルをお見逃しなく。